五円硬貨筆語筆語昭和24年筆語とは日本で1949年から1958年にかけて発行された五円硬貨を指すから1956年は未発行現在の五円硬貨の書体がゴシック体であるのに対し筆語は解書体であり筆で書いたように見えることからこのように呼ばれる理面の日本国の国が旧字体の 国である点も識別の手がかりになる。同時期に発行された現行かつ現在も事実上流通している効果であるギザ10とともにこの5が用いられることが多い。筆語は昭和24年から製造・発行が開始されているが昭和24年と刻印された5円効果には筆ごとそれよりも前に発行された国会議事堂のデザインで 穴のない五円硬貨の2種類のデザインが存在する。1959年以降の五円硬貨では、他の硬貨との文字の字体、書体の統一のため、硬貨上に記された文字の書体が、ゴシック体の新字体表記に改められた。筆語は、ギザ10ほどの知名度はないものの、その識別の容易さから、従来コイン収集の対象とされてきた。しかし、実際の取引市場においては、 その発行枚数の多さゆえ、発行枚数が1000万枚と少ない昭和32年名の効果を除いては備品でない限り全く取り合ってもらえないのが現状である。すなわち、備品よりを取る並品の場合、稀にプレミアをつけて販売されることはあっても、買い取りの際には取引対象とされない、あるいは額面通りとされるのが一般である。ただし、 当該時期の発行枚数が、現在のゴシック体になってからの誤嚥効果に比べ、全体的に少ないため、ギザ10と比較すれば希少価値は高めである。ありがとうございます。